は伸ばして、指をの関節も伸ばした状態で伸ばすと。全部ね。これはこう緩んでる状態でこうやっても全然効かないということですね。全部伸びてる状態でこう。指動かせば分かるけど、全部ここにつながってるんで、右手も。この状態で指の関節も伸ばした状態で、こう指折りに行く感じでね。俺の場合、右手の方が握力とかもだいぶ強いんですけど、強ければ強いほどやっぱ硬いですね、基本的には。と、あとはギター弾くときに、こういう、右手も左手も、特に右手、こう、光の加減で分かるかな。ここにね、むちゃくちゃピックを長年こうやって持ちすぎて、骨幹筋っていうのがむちゃくちゃ発達してるんですけど、これとかももうかなり凝ってくる。基本的に指動かすための筋肉はやっぱ前腕にあって、で、この手のところにはもう腱しかないんですけど、筋しかないんですけど、その一応指と指の骨と骨の間に骨幹筋っていうのが今みたいなこれがあるんで、まあ、これもちょっとほぐしたいっていうので、でその方法が、これもなんかこんなことやったりこんなことやったりとかだけじゃなくて、指をこうやって曲げてある状態で反らす。曲げてる状態で反らしていく。曲げて反らす。全部の指曲げて反らす。まあ、反対の指もやると。まあ、ちょっと見えにくくなるけど、ちゃんと機能的にやりやすい方法で、こうがいいかな。やっていきましょうね。で、これ人によっては、俺も最初の方ちょっと慣れるまで、この辺の皮がね、めちゃくちゃ痛かったんで、あんま無理しないようにちょっとずつ鳴らしていくといいと思います。うん、と、あとは、ここら辺もぐーっと伸ばしたいっていうところで、これも、なんかよく、こんな感じで手首だけぐーっとやって、ここら辺ちょっと伸びてるかなみたいになるんですけど、これももう全部、こっからここまで全部、こう、握ってこうやってここもう伸びてる状態で伸ばしていく。でこの時に肘がこうやって裏返らないように、こっち向いてしまわないように、こっち向けた状態で伸ばします。こうそしたらすごい伸びるんです。これこっちも一緒、握って指から握ってここもう張ってる状態からさらに伸ばしていくと。で、この肘が、こう、こっちの腕は大体大丈夫なんですけど、こう、なんかこうした時に上向いちゃうでしょ。こうならないように。こう、ちゃんと全部、こう向いてる状態で、外側向いてる状態で肘を伸ばしていくと。いうことですね。